群馬の由美子です。今日は2023年7月18日です。よろず支援拠点という国がやっている、税金でやっている無料の相談所に行ってきまして、YouTuber としてお金をちゃんと稼ぎたい。それにはボリュームが小さいっていうことがネックになっているので助けてくださいっていうことで相談してきましたら、いろいろ教えていただきまして、今日はそれを反映して大きな音でお送りできるんではないかと思います。どうでしょうか。で、今日の話は、この間 JAL123 便が長野に落ちた説っていうのを動画を作りましたけれども、それがねちょっと気になって、本当はどうだったのかなと。私はね、そのお友達のお父さんが自分で目視して、あれは長野だと、群馬県から見てね、群馬県のなんていうの、真ん中辺のところから見て、群馬町ですね、群馬町から山を見て、あれが長野だというふうに断定していたっていうのがね、気になって、そんなことがわかるもんなのかなって、まあ、ちょっと疑うというわけではないんですけども、お父さんの勘違いってことはないんだろうかしらとか、いろいろ考えてたらですね、あ、そうだ、便利なインターネットで調べてみようと思って、ちょっとちょこちょこっと検索しましたら、あ、違うな、何だったんだろう。あ、そうそう。でね、そうそうだそうだ、思い出した。あのね、昔ね、ちょっと123便のこと調べたことがあったんですよ。で、それは何かっていうと、副島貴彦先生の属国日本論っていうのに、この JAL123 便の話が書いてあって、でそれには確かね、あれは米軍機がその旅客機を標的として訓練、まあどういうんでしょう、遊びというか、まあ本物の旅客機を標的にして訓練をしていた時にミスをして、そのミサイルが当たっちゃったんだっていう話だったと思うんですけど、ちょっとこれはもう一回本読み返して調べますね。で、なんかそういうのを読んで、で、それを隠すために、まあ、中曽根が処理をさせられたと、事故だというふうにね、日本はなんと哀れな国であろうかという話だったんですよね。それでびっくりして調べたことがあったんですよね。調べたって言うと、もうインターネットでいろいろ検索するっていうことなんですけどそうしたらね、だからその時は長野に落ちたか群馬に落ちたかとか、そういう視点では調べなかったんで分かんなかったんですけどね。でもその時に、あのね、森永卓郎がラジオでなんかその話をね、この JAL123 便は本当に事故なのかみたいな話をしている YouTube を見つけたんですよ。で、その森永卓郎の話では、あのオレンジ色のミサイルの、こうなんか練習用のミサイル、派手な色のね、が、まあ、当たっちゃった、それは自衛隊が使っているやつなんだっていうような話だったと思うんですよ。で、それをね、もう一回聞こうと思って探したんですけど、ちょっとそれが見つからなくて、とりあえず今日は、もう一つ、何回も喋ってるんですね、森永卓郎は。あの文化放送でね、この話をよくこんなの放送できるなんて思うんですけど、文化放送はフジテレビの株主だとかいうことでね、なんだか強いんだみたいな、話ですよね。割と危ない話をしますよね。それで、これはあの概要欄にその YouTube のURL 貼っときますんで、皆さん聞いてほしいんですけど、
何を言ってたかっていうと、まず米軍は墜落場所を最初から完全に捕捉していて、救援機も飛ばしていたと。でそれを日本政府が断ったって、これ結構なんか有名な話ですよね。なんか他でも聞いた。で、あとジェット燃料っていうのは灯油みたいな感じで燃えにくいのに、その現場の死体は黒焦げ、これはちょっとありえないと。で私もなんかこうブログみたいなところで、そのお医者さんが見て、これはありえないと、こんな黒焦げの死体は航空機の墜落で、というようなことは読んだことありますね。でその現場の匂いがガソリンとタールを混ぜたような匂いだったということで、こういう匂いがするのは火炎放射器なんですって。だから今日のキーワードは火炎放射器とオレンジエア。オレンジエアっていうのはその、なんか自衛隊のその練習用のミサイルのことだった気がします。どっかで読んだんね。ほんで、あとはその異物、まだ、山の方に異物が残ってるんですってね。全部拾いきれなくて。で、それを調べた人がいて、なんかその JAL のスチュワーデスさん、元ね、その人が執念でこうそれを追跡してるんですって。追跡調査、追跡って言わないか、まあ、とにかくそので異物からベンゼン環というのが検出されて、でそれは何、火炎放射器、ガソリンとタール、まあ、何だったかな、火炎放射器の燃料から出るもんだったっけな、とにかくそのジェット燃料からは検出されるはずがないもの、それが出てきちゃったと。で、あと生存者は尾根の向こう側に転がり落ちた人で、発見したのは地元の消防隊員であると。でそっちの人は黒焦げになってないんですって。であとは相模湾に尾翼が沈んでいるけれいて、割と引き上げやすい、その浅いところにあるけれども、政府は一向に引き上げようっていう気がない。で、翌月、この墜落の翌月にプラザ合意があって、日本がアメリカに全面的に服従する流れになっていくというような話でしたね。あれ、私ね、これ調べててね、その長野に落ちたっていうその電話でね、地元民から第一報が警察かなんかにあったっていう話を森永卓郎がしてた動画を見たんですよ。でそれでやっぱり長野に落ちたんじゃないっていう話をしようと思ったんですけど、あら、その動画はどこだろう、その動画また探して、またお話します。でね、その長野に落ちた説なんですけど、私の家族にも聞いてみました。みんな私より年上です。それでそしたら一人だけ反応してくれて、まあ、他の人はまた由美子がなんか陰謀話してるっていう感じで取り合ってくれなかったんですけど、一人ね、私の母親が、最初は長野やったと思うっていう、で、そういうふうに言ってましたね。それでね、今のところの私の結論は、やっぱり尾根のところでなんか、山でこう県境になってるのかな。だからまあ両方にやっぱり落ちてるんだと思うんですけど、県をまたがってね。だけど群馬だってやっぱり言うことによって、長野県警を入らせないっていうね、なんかそれも読んどっかで昔ブログに書いてる人がいた気がするんですよね。そういうことだろうみたいな。だ、そうだと思います。やっぱり中曽根の領地のその群馬県警にやらせるとね、そしたらやりやすいでしょ。そういうことじゃないかしらね。今日はこの辺で、さようなら。